お世話になっております。まさるです。この動画シリーズは私から皆さんにいろんな質問をしていきます。動画を操作する余裕がある方は質問されたタイミングで動画を止めて自分の考えを言葉や文章にしてみてください。アウトプットしながら勉強することで知識の深さや定着率がぐっと高まります。それでは私と話すつもりで今回も勉強を楽しんでいきましょう。この動画は IT 転職のきっかけはきっかけエージェント、エンジニアへの第一歩はスタラボ、スタイルラボ、以上2社のご協力でお送りしています。きっかけエージェントさん、スタイルラボさん、ご協力ありがとうございます。協力企業の詳細は概要欄からご覧ください。皆さんは SEO ポイズニングって聞いたことありますか？ SEO ポイズニングってどんな攻撃でしょうか？少し考えてみてください。SEO ポイズニングが全くわからないという人にはヒントです。SEO ポイズニングとは、Web 検索サイトの順位付けアルゴリズムを悪用して、〇〇に悪意のあるウェブサイトを意図的に表示させることです。では、〇〇に当てはまる言葉を考えてみてください。正解は、検索結果の上位です。SEO ポイズニングとは、検索結果の上位に悪意のあるウェブサイトを意図的に表示させます。では SEO ポイズニングの具体的な事例を見ていきましょう。 A さんは激安、ブーツ、送料無料、このようなキーワードで検索を行いました。いくつか検索結果が表示されたので、その中で検索結果が上位で目についた販売店 B のサイトをクリックしました。販売店 B のサイトにアクセスすると、なんと通常価格よりもかなり安く欲しいブーツが販売されています。これは買わなきゃ損だということで購入することにしました。しかしいつまでたっても商品は送られてきません。届いたとしても別の商品が送られてきたりします。これが代表的な SEO ポイズニングの事例です。ではここで皆さんに質問してみたいと思います。この事例で SEO ポイズニングの被害に遭ってしまった A さんですが、A さんは怪しいポイントを見逃してしまっています。では何が怪しいのでしょうか？この画像を見ながら少し考えてみてください。A さんが見逃してしまったポイントはこちらです。販売店 B のトップレベルドメインです。販売店 B の URL を見てみてください。shop-b.xyz となっていますよね。この末尾の .xyz という部分のことをトップレベルドメインと言います。ではどうして xyz というトップレベルドメインだと怪しいのでしょうか？考えてみてください。もしわからないという方は視点を変えてみてください。攻撃者はどうして SEO ポイズニングするためのサイトに XYZ のトップレベルドメインを利用したのでしょうか？なんだか見慣れない XYZ よりもよく見る .com とかの方が SEO ポイズニングとしての攻撃の成功率上がりそうですよね。どうしてこのようなトップレベルドメインにしたのでしょうか？ではどうして XYZ というトップレベルドメインを使ったのか、理由を確認していきましょう。どうして XYZ などのトップレベルドメインを使っているのかというと、その理由は取得費用が安いからです。攻撃者は大量に SEO ポイズニング用のサイトを作りたいので、できるだけ安くサイトを作ろうとします。そのため XYZ のような取得費用の安いトップレベルドメインのサイトを作る傾向にあります。日本サイバー犯罪対策センターが公開している情報では、2022年6月から8月までの間、日本語の偽ショッピングサイトの調査を行い、XYZ、トップ、バズなどのトップレベルドメインを使った偽ショッピングサイトが多かったと報告しています。これらのトップレベルドメインを使っているサイトが全て怪しいサイトというわけではありませんが、少なからず金銭のやり取りが発生する場合などは、ここで紹介したようなトップレベルドメインを使っているサイトは十分に注意して利用する必要があると言えます。私個人としてはショッピングサイトとしてこれらのドメインを利用している場合、利用はしません。まずはここまで。 SEO ポイズニングを防ぐためにはトップレベルドメインに注意しましょうという話をしました。それでは次に、皆さんがセキュリティ担当者だったとしたら SEO ポイズニング対策としてどのような対策をしますか？何でも良いので対策を考えてみてください。いくつか対策を考えついたと思います。例えばこのような対策はどうでしょうか。セーフブラウジングの機能を利用する。主要な Web ブラウザには怪しいサイトへアクセスした時に警告を表示する機能があります。例えば Chrome ではセーフブラウジングの機能があります。これらの機能を使うことで怪しいサイトにアクセスした時には警告画面で知らせてくれます。あとはセキュリティ教育の一環として危険なドメインを周知すると考えた方もいると思います。代表的な危険なドメインを周知するのも一つの対策としては良いと思いますが、その際には全体を確認することも伝えておきたいですね。例えば IT に詳しくない人はこのような URL を見て .com だから大丈夫と判断してしまうかもしれません。この URL のトップレベルドメインは末尾の XYZ ですよね。これ以外にもいろんな対策が考えられると思いますが、どうしてその対策が良いのか、そしてその対策をやったとしても注意しなくてはいけない点を一緒に考えていくと、さらに深く学ぶことができます。それでは SEO ポイズニングの別の事例も紹介してみたいと思います。先ほどと流れは同じです。検索して検索結果からサイトにアクセスして商品を購入したのに商品が届きません。先ほどと違うのは、検索結果として表示された販売店 B のトップレベルドメインを見てXYZ は怪しいと感じたので .com という信頼できそうなドメインである販売店 A を選択していることです。つまり .com ドメインのサイトにアクセスしたのに SEO ポイズニングの被害に遭ってしまったということです。実は今回の事例もちょっと怪しい部分が隠れています。どこが怪しいと思いますか？皆さんは画面をじっくり見て考えてみてください。正解はこちらです。接続先が XYZ に変更されていることです。検索結果として表示される URL のトップレベルドメインは .com なのに、実際にアクセスしているのは .xyz になっています。どうしてこのようなことになるのかというと、攻撃者が正規のサイトを不正に改ざんしている場合が考えられます。ユーザーからのアクセスをこっそり転送させて偽のショッピングサイトに誘導しています。このように攻撃者は巧みに騙して攻撃をしてきます。怖いですよね。なので先ほどの対策でお話しした危険なドメインを周知してトップレベルドメインで判断するというのは大きな効果は期待できないかもしれません。気がついたらいろんなサイトに転送されてしまっている可能性がありますからね。なのでセーフブラウジングの機能などを使って仕組みで対策をした方が効果的だと言えそうです。最後に余談ですが、チェックサイトを活用するのも良いと思います。よく利用されるのはウィルストータルですね。このサイト使いたいんだけどちょっと心配だなというサイトはウィルストータルで URL を調べると脅威を検出してくれます。実際に利用した時の様子がこちらです。特定のスマートフォンの型番を検索しています。するとある販売サイトが検索結果に表示されています。まずトップレベルドメインが .br なので怪しいですし、 .com .br のようにいかにも .com っぽく作っているのでさらに怪しいですよね。アクセスするとこのようにかなり安い価格で商品が販売されています。ただしよーく見てみると変な漢字が利用されていたり、日本語も変ですよね。そしてさらに URL も確認してみてください。.shop という別のトップレベルドメインに転送されています。なんだかこのサイト怪しいですよね。ということで、このサイトをウイルストータルで調べてみました。その結果がこちらです。指定した URL のサイトはフィッシングであり、悪意のあるサイトであると検出結果が出ています。このようにチェックサイトを使って確認してみるのも一つの対策として考えられます。とはいえ、チェックサイトも完全ではないので、過信しすぎてはいけません。使わないよりかは、使って確認してみることが大切だと思います。というわけで、今回は SEO ポイズニングについて一緒に勉強しました。ここで最後に今回学んだ内容をしっかり思い出していきましょう。学んだらしっかり思い出す。これがとっても大切な勉強習慣です。では、SEO ポイズニングとは何でしょうか？皆さん、口に出して説明してみてください。周りに人がいれば、小声でボソボソっと言ってみてくださいね。今回の動画では、SEO ポイズニングとは、Web 検索サイトの順位付けアルゴリズムを悪用して、検索結果の上位に悪意のあるウェブサイトを意図的に表示させることと説明しました。実はそれ以外にも、今回紹介できませんでしたが、広告欄を悪用した SEO ポイズニングなども存在するので、気になる方は調べてみてください。そして SEO ポイズニングでまず注意したいのはトップレベルドメインでしたよね。取得費用が安いトップレベルドメインは悪用されやすいです。逆に言うと、信頼してほしいサイトを皆さんが作りたいなら、これらのトップレベルドメインを利用してしまうと信頼されにくいと言えますので、ウェブサイトを作りたい方はその点注意して作ってみてください。SEO ポイズニングの対策としては、セーフブラウジングの利用が挙げられます。あとはウイルストータルなどのチェックサイトも活用してみると良いと思います。それでは今回はセキュリティの基礎として SEO ポイズニングを一緒に勉強しました。2025年秋試験に向けて一緒に勉強を頑張っていきましょう。最後にお知らせです。マサルの勉強部屋では成長したいエンジニアを応援するオンラインコミュニティを運営しています。参加方法は YouTube のメンバーになるボタンからオンラインコミュニティに参加するプランを選択していただいて、Discord と YouTube を連携すると参加できます。こちらは2025年8月のスケジュールです。秋試験に向けた勉強会だけではなく、様々なオフ会なども行っています。勉強仲間を作りたいという方はお気軽に参加してみてください。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。